ネットでポチりたいです。いつもしーちゃんの後ろにある棚に CD がずらっと並んでたんですけど、今ちょっと訳があって一回その CD を全部出しちゃったんですね。こっちに一人でこっちに戻さなきゃいけないんで、どうせだったらその作業する前に夏フェスをうちの中でやろうかなって。フェス会場に行こう。はい、会場へどうぞ。ということで我が家のフェス会場に移動してまいりました。去年の夏は私この麦わら帽子とこのパンツ履いてフジロックに一人で行ってたんですけど、今年はコロナの影響で夏フェス全部中止になってストレスなんですね。ライブ行けてない、フェス行けてないっていうのが。なので今日は私の脳内でフェスを開催するというか、自分だったらこういうラインナップにするなというアーティストを我が家に集めてみます。まあ、わけがわからないと思うんですけど、とりあえずやります。途中途中で私が持ってるバンド T も紹介しながらやろうと思うんですけど、これ台湾に旅行に行った時に台湾のセレクトショップで買いました。メインステージとサブステージ、まあ、2つステージを用意しました。で、サブステージに行ったのかな。メインとサブステージ5組ずつ他では見れないラインナップになってると思います。手持ちの CD とかをお見せしながらやるので、ちょっとだけ懐かしい系の紹介になると思いますので、サブステージからかな。まあフジロックで言えば、まあマウンテンじゃなくってレッドマーキー的な、そのサブステージの一発目に登場していただこうと思ってるのがエレクトロレーンっていうバンドなんです。イギリスの女性だけで組んだバンドですね。2000年前後にイギリスに行ってた時にちっちゃいライブハウスで、もっとこれこのバンド見に行ったんです。スノーポニーっていうマイ・ブラディ・バレンタインのベースのデビーが参加してて、その時の対バンで出場してたのがエレクトルレーンでした。映画的、映画のサントラ的な音楽、同じフレーズをどん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 、まあ、ループしていくんだけど、だん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 上がっていくみたいな、超かっこいいんですよ。超かっこいい。で、日本のデビューが決まって、フジロックに来たんですね。ライブやってる間にお客さんがどんどん集まってきて、知らなかったけども超かっけえじゃんみたいな感じで盛り上がってきて、で、あ、これは日本でも火がついて盛り上がっていくバンドで、私は古参を名乗れるのかなと思ったら、まあ、そうでもなくて、割とそれから間もなく、活動を中止されたんですけど、再評価されて復活してほしいっていうか、ちょっとまあ見てほしい。サブステージが終わったらダッシュでメインステージに行くわけですけど、メインステージの一発目、エブリシング・バット・ザ・ガール、ベン・ワットとトレーシー・ソーンという2人組の、あの簡単に言ってしまえばボサノバっぽいおしゃれな曲なんだけど、ファンクスピリットがちょっと残ってるので、ちょっとヒリヒリしたような、聞いたことあると思いますけど、ネオアコ、ネオアコースティックっていう、まあ、ムーブメントがあったんですね。そのネオアコのなんかトップバッターというか口火を切ったのがエブリシング・バット・ザ・ガール。再結成を待ち望まれている2人なので、野外フェスの一発目、朝の一発目、まあ、私のポチフェスきっかけで再結成してもらえればなっていうふうに思いまして起用させていただきました、メインステージ。またあのサブステージの方に行ってみますと、パッションピット、パッションピットです。すっごいキラキラした曲とかやってて、さぞリア充なのかなと思ったら、ちょっとメンタルを病んでしまわれて、何年か前のサマソニーだね、ステージからバーってやった時にお客さんがなんか、どう調子はみたいに言って、俺にそれ聞くみたいなことを言ってたっていう記憶があります。その後もご自身のセクシュアリティの悩みとかと向き合いながら音楽活動は続けてるみたいなんですけど、もう何年も日本には来てないんですよね、多分ライブで。だからこっちフェスで復活してもらいたいなと思って入れました。はい、メインステージ、メインステージ、はいはい、はい、着替えてきました。ソニックユース1じゃないよ、ソニックユース、ソニックユースって書いてあるけど、まあこっちはパラダイスって書いてあって、でこの T シャツを着てきたということは、メインステージ2組目はソニックユースかと思いきやこっちにしました。はい、ピクシーズ、まあ、ソニックユースはね今もう活動してない、キム・ゴードンですという人とサーストムーアっていう夫婦がやってたんだけど、もう多分離婚しちゃってなかなか呼んでも来てくれないかなと思ったんでピクシーズにしました。ニルバーナとかと、まあ、同じそのグランジって呼ばれている、まあ、グループの中のバンドなんだけど、まあ、一個お兄さん的なバンドなのかな。だからニルバーナのカート・コバーンもピクシーズに影響を受けてなんか音楽やってたみたいなことを言ってましたけど、ニルバーナとでも違うのが女性メンバーがいるんですよ。で私はもうそのキムさんの声がとにかく好きで、実はねでももう集めてバンドみんなそうなんだけど、なんかメンバー抜けたり解散したりとかばっかしてるんですけど、キムさんっていう方は抜けちゃって、で、今は別の女性メンバー入れてピクシーズ活動してます。だから私は今のそのピクシーズあんまり興味がなくて、
どっちかっていうとその抜けたキム姉さんがやっているブリーダーズっていうバンドがあって、グランジっていうかオルタナティブロックなんだけども、そのキムさんのおおらかな、ちょっと田舎の方のおばさん的なニュアンスの入ったおおらかな感じで、そのグランジロックみたいなのをやってるっていうのがとてもよくって、ブリーダーズに参加してもらいたいと思います。あとサンクスさん、もうヘトヘトだわ。サブステージの3組目がセント・ヴィンセント、すごい大所帯のバンド、ポリフォニックスクリーの、まあ、メンバー、私の中ではなんかイメージとしてはデビッド・バーン、あのトーキングヘッズの女性版デビッド・バーンっていうイメージで、これもサマソニーに来た時に割と小さめのステージでやったやつ、ヒール履きながらギターグイングインやって、ファッション的にも超オシャレなんだけど、そのステージの構成とか、あとまあミュージックビデオとか全部オシャレなんで、結構盛り上げてくれるんじゃないかと思っております。はい、後半戦頑張っていこう。ラブウィルティアスアパートって書いてありますけど、ジョイディビジョンに参加してもらおうと思ったんですけど、まあジョイディビジョンのボーカルのイアン・カーティスさんはもうお亡くなりになっているので、ニューオーダーですね、イアン・カーティスが抜けた後にやってるニューオーダーに来ていただきます。なんていうか、私の人格はほとんどニューオーダーに形成されたと言っても過言ではない。このローライフっていうアルバムに入ってるパーフェクトキスっていう曲のミュージックビデオをテレビで見て、なんだろう、衝撃、全然なんか凝ったビデオじゃない。バンドのメンバーがもうやる気なさそうにピコピコ演奏してるだけなんだけど、そのビデオを撮った監督ジョナサン・デミっていう監督が後に羊たちの沈黙とか撮るんです。もうなんか冷め切った感じ、ロックって熱いもんなのかなーなんてなったと思ったけど、本当になんか冷え冷えに冷えてる感じっていうのがニューオーダーで、そんな大好きなニューオーダーを鳥ではなく3番目真ん中ぐらいに持ってきたっていう、そのポチフェスのスムさん、だって来すぎだもん、日本に来すぎだし、ライブやりすぎだし、フッキーがいないっていうんで、鳥の前の大事な出番、まずサブステージにヤーヤーヤーズ、これはニューオーダーと逆で激アツ。一発目のライブを東京で見た時が、とにかくステージで暴れすぎて、こういう包帯ぐるぐる巻きになってもおかしくねえぞっていう、楽曲の爆発力もすごいし、その爆発する瞬間にこのカレン・ウォーさんも大爆発する。スパイク・ジョーンズの映画怪獣たちのいるところの曲はすごく静かな曲が多くて、まあ、そっちはそっちですごくいいんですよ。これもいいけど、またあの激しいのを見てみたいっていうことで、ポチフェスにお呼びしました。で、メインステージの取り前、やっとお待たせしました、マイブラディバレンタイン。マルジェラの旅入っておけばおしゃれっていうのと同じで、とにかく音楽何好きって言われて、マイブラが好きって言っとけば、おーって一目置かれるっていう存在だと思います。古参アピールって私あんまりしたことないんだけど、ちょっとマイブラに関してはさせてもらいたいなと思って。みんな騒ぎ出したのはこれでしょ、このラブレスっていう、私はもうこっからだから、その前の多分フジロックにマイブラが来ると、でそれも本当に来るかどうか本当に分かんねえぞみたいな、で本当に来てもう何十年もブランクがあるくせに超神がかったライブをやったわけですよ。やっぱ夢見てんのかなと思って、この夢なら覚めないでみたいな気持ちで、まあ、フジロックを終えたわけだけど、その後何回もライブ来てるんだね、日本に。それがびっくりだよね。元気で何より、お達者でっていう感じです。ポチフェス他にもいっぱい出てほしいバンドいたわ。とにかく5組ずつしか出れないから、涙を飲んでお断りして出たいバンドで、そんな中うちのポチフェスのサブステージだけども鳥を務めてくださるのはこちらです。フィッシュマンズ、ここに来て突然の邦楽という、日本のバンドというかミュージシャンで、まあ、一番私が好きなのはフィッシュマンズのボーカルの佐藤さんなんです。これも前の動画で言ったけど、まあ、自分もちょっと顔出しをしたりとかしてた深夜番組があって、一回出てもらったこともあって、その時の写真です。ライブの時はね、ぐん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 会場は熱くなるんだけど、それでも佐藤さん自体はすごい冷めた部分がある。何なんだろうこの方はっていつも考えさせられてたんですが、そんなある日、まあ突然亡くなっちゃったわけですね。で私はいろんな音楽聴くけども、そのフィッシュマンズの空いた穴っていうのは全然自分の中で埋められてなくて、ポチフェスに出てほしいって言われても、今のフィッシュマンズに来てほしいわけじゃなくて、佐藤さんがいる時のフィッシュマンズに来てほしいから、叶わないんだけど、もしかしたら、まあ、この世では無理だけど、まあ、俺も死んだとしたら可能性あるかもしれない。
向こうに行ってから、まあ、そのためには、まあ、あの今生きて頑張ってるフィッシュマンズのメンバーみんな死んでもらわなきゃいけないんですけど、私のポチフェスの大トリを飾っていただくのはこちらです。ポーティスヘッド、ダークなんです。ダークなんだけども、まあ、なんかトリップホップしちゃうみたいな、難しい、口で言うのは難しい。自分が見れてないライブで何が一番見たいかってなると、今はポーティスヘッドなんです。マイブラもニューオーダーのライブも見ちゃったから、これ DVD 付きのやつなんですけど、ポーティスヘッドがニューヨークフィルハーモニックと一緒にやったライブ、このライブがもう神がかっているんですね。日本でもねやる予定はあったんだけど、このボーカルのベスっていう方が直前に体調不良になられて日本ではやってないんですね、このライブを。そのライブをぜひポチフェスのメインステージの最後にやってもらいたいと思って概要欄に貼っておきますね。なのでぜひ見てほしいです。疲れた。夏フェス運営するってこんなに大変だと思わなかったよ、しーちゃん。そうだ、結構あの古いちょっと前の音楽の話ばっかりしてたんで、最近自分がどんなバンドが好きかみたいな話だけ最後にチラッとすると、エレファントジムの素晴らしいライブを私は YouTube で見つけて、台湾ってすげえな、すげえかっこいいとこだなと思って、私は去年5回か6回台湾に去年だけ行ってるし、そのエレファントジムのライブを見るために台湾の高雄っていうところまで追っかけてきました。あと新しいバンドで今一番見たいのがガールインレッド。ライブっていろいろあると思う。私が一番こういう空気感が好きっていうのが彼女たちのやってるライブなので、行けるように早く世の中がなればいいなっていうふうに思っているので、その見れるようにという願いを込めて、それも概要欄に貼っておきます。見てしーちゃん、ほらうちの前に50万人ぐらい集まってんのかな。ただみんな帰ってもらわなきゃいけないので、今から送迎のバスが出ておりますので、あちらの方へ皆さん向かっていってください。その間にねちょっと BGM 的にちょっとDJ に入ってもらいますので、たまたま会場に来てたらこの2人に